はい、エランドオクトリーのルカパッドでございます。忍びストライカー、本日は先日追加されましたカーキ、現状最後のダウンロードコンテンツ師匠キャラでございます。来ていますので、まあ、ちょっとね、一つずつ見ていきましょう。まず一つ目、カーマ悪食いです。クールタイムが20秒で、これね、読んだんですけど、よくわかって、長押し中に範囲内の味方は忍術忍具無敵、まあ、範囲内の味方は無敵と。で、敵は忍術クールタイムリセットと奥義ゲージ吸収を受ける。敵の忍術忍具無効化で、悪食以外の忍術クールタイム短縮、奥義ゲージ忍術攻撃力上昇効果を受けるとなっております。まあ、効果もりもりですね。陣取りとかで使うのがいいのかなといった感じでしょうか。まあ、詳しい使い方はちょっとまだ使ってでね、もうちょっとしてみないと分かんないですね。でもう一つが化学忍具激凛ですね。右腕を縦状に変化させ敵にタックル攻撃を行う術。タックル時は敵の奥義以外の攻撃を無効化し、対象の代わり身のストックをリセットする。タックル後は自由行動が可能で、追加入力で追撃を行うとなっております。無効化するんで、まあ、結構ガツガツ使っていけるのかなと。で、体術でちょっと殴った後に追加でね、追撃ドンと食らわせるみたいなのが正しい使い方なのかなといった感じでしょうか。まあ、クールタイム12秒がね、早いので結構良さげかなといった印象です。で、固有変わり身が緊急回避ですね。体術を用いて瞬時に敵の攻撃から脱出する。その際、体に内蔵および装備された化学忍具の再生能力を使い体力を回復すると。まあ、体力が徐々に回復しますよといった、これ結構ありがたいですね。時空間移動も強いんですけど、まあ、攻撃受け付けないなんでね、切れた後のあれとしては緊急回避で回復しとくみたいなのもいいんじゃないでしょうか。この25秒変わり身は優秀ですね。どっちもすごい使いやすいなと思います。そして奥義がカーマ飯式ですね。敵に向かって素早く突進し、拳による一撃を放つと同時に化学忍具の腕を変形させて相手を貫く術。その後続けてカーマの放出攻撃を行い、後輩に大ダメージを伴う部活を発生させるとなっております。見たんですけど、めちゃくちゃド派手ですね。個人的にはすごい好きだなと思います。でね、もう一つ忍具があって、そっちも紹介したいんですけど、まだちょっとゲットしていないので、それはまあ第2回の方になるかなと。使ってみた感じ、ガードブレイクしてたんで、まあ、敵のガードには突き刺さるのかなといった感じですかね。化学忍具、鱗片とか、そんな感じでした。まあ、以上がとりあえず、カワキなんですが、まあ、個人的にね、カワキ全然、ボルト見ていないので、キャラクターについて語ることもできず、ただ DLC のこう、キャラの枠がね、あと4つあれば、こう、ピチッと収まる、まあ、その、画像もどっかに載っけておきますけど、収まる感じなので、もしかしたらね、追加があるのではないかと期待していますが、まあ、現状どうなるか分かりませんということでね、まあ、とりあえず今回はカワキ使っていきたいなと思います。はい、やってきました。1戦目撃破戦ですね。やっていきましょう。いや、まあそうなるよね。出だしに言い忘れていましたが、攻めの方ですね。口が悪いぜ。で、まあコンボがこんな感じで腕を変化させるみたいな感じですね。よろしく。で、忍具がね、こんな感じですね。ちょっと放物線を描いて飛んでいくといった感じでしょうか。まあ、ダメージはそんなだよね、ぶっちゃけね。まあ、ここで吸収と。まあ結構守れたか今。よし、オッケー。これで変わり身がリセットしてるから、殴って殴って追撃、オッケー。痛い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 、めっちゃコンボ食らった。このね、なんか効果音がね、すごい今戦場鳴り響いてるんですよね。絶対意味ない。今の代わり身リセットしてから追撃は意味がない。
どうなんですかね、追加あるといいけどね。でももう誰出していいか分かんないよね。そういうくぐつ使い系とか、まあ、いるけどさ、難しいよなといったところで。何、何の究極ガマ、ガマっぽいな。まあね、ナルトのゲームが続いていくことを私は願っておりますが、ナルトのゲームね、基本的に小学校の頃からすごい好きだったので。うわー、当てないとこの片鱗は効果が出ないと。しっかり当てること大事だな。こういう動き回る戦場では悪敷があんまり恩恵を得られていないような気もするけど、どうなんだろうか、皆さんの習慣的にね。まあ、ぜひどんな感じか教えていただきたいところですが、あー失敗した。あ、いや、さっきカーマであれしたのかな、無効化されたんかな。そ、なんかそんな感じで、なんだー、爆発したんか。なるほど、あれしてる、カーマ飯式だっけ。完全こっちも巻き込まれたな。いやー、でもここまで行くともう忍びらしくないというか、価格リングつっちゃってるからね、すごいよね。さすがに届かないと。ナイス巻物、まだ全然逆転の目はあるよ。ナイス、一人ずつ片付けていこう。あれ、あれ、俺の飯食わ、え、俺の飯食わ、ちょっとイタチさん、現実今の、ちょっと待ってよ、俺の飯食が、アドバンテージを得るチャンスが。ナイスだね。え、メッシキ食らって滅んだんだが、メッシキ打ってねえな。まあ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 、もう一戦やっていきましょう。はい、やってきました、2戦目陣取り合戦です。お、いいねー。イタチさん、ちょっとなんかサスケがちょっと見切れてる感じになってたが、今回、いやー、弾かれた、メッシキをちゃんと打ちたいね。まあ、いつもは AB 間、じゃない、 AC 間を行き来しますが、今回 B にちゃんと行きましょう。放物線を描くから、これでガードブレイク、マジか。あー跳ねなかったか。まあここ取ろう、ここで術を吸収しつつ、いやー強い、それは強い、やはりスサノオの鎧は強い。くっそ、この兄弟、この兄弟よ、強えよこの兄弟。結構さ、物語中強い兄弟現れることあるけど、最強候補と言ってもいいんじゃない。この2人いるかな、他に。皆さんのね、最強兄弟を教えてほしいところですが。あー、おバカ、悪敷しようと思ったら走っていっちゃった、嬉しくなって走っていっちゃったじゃん。ナイス AB、 こんな沼ってんのに頑張ってくれてる、いいよ、
全然行かせてねえな。どうしよう。まず九州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 、奥義も九州。いやーマジか。くー、いやー、やめて、追い込まないで、追い込まないで。うわー、くそー、 BC、 BC じゃない、 AC 取られて B がある。 A か C 取んねえと。こうなったとき向こう AC 感でいいから若干強いんだよな。この状況強いんだよね。 OK、 よしよしよし、くっ、ナイス、引かさの前、よし OK。 ただ B を取り行かないといけない。これ突進技として使える。術吸収、オッケー。いやー、それは爆発効いていない。イザナミ、くっ、マッチ、うわー、またかよー、どんだけイザナミってんだ。はあ、いっていって、よー、きた、強い、かっこいい、よー、やった、なんか2ヒット取られてる。いいな、あのド派でいいな。ただカワキのことをね、あんまり知らないっていうのがね、キャラクター的には知ってるんだけど、詳しい内容をね知らないから、そこだけがネックですよね。キャラクターに浸れないっていう。ボルトはなー、ボルトはなぁ、なんだよなぁ。映画はなぁ、面白かったんですけどね。見に行ったんだっけ、ボルト。見に行ったような気がするんだよな。ちょっと遅れて、いや、見に行ったなぁ。なんか、ゼロ感みたいなのもらった気がする。そう、映画はね、見に行ったんですけどね。ザラストは正月のあれで見たんだよな。ノー、くそ、炭分身だ。あんまり伸びないから注意だな、この追加。ナイス、代わりにリセットだぞ。よいしょ、ナイス、コトアモスコミ。ただ取られている。よし、ナイス、ビシー、オッケー、九州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 、大きい吸収してる、強いな。でもああなると強いな。ナイスナイス、
おら、うわー、やさか、まがたま、いやー、ギリギリだな、これ。俺は参戦できない。いやー、延長まずいんじゃない。待って待って、これまずいな、よくないな。いやー、そっちだったか。うわ、惜しい。向こう走るべきだったかな。いやー、微妙。まあ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 、でもこのキャラの強みめちゃくちゃ出ましたね。奥義もいいし楽しいと思います。まあまたね、第2回やる頃にはいろいろ分かってきているでしょうから、その時にまたねやりたいと思います。というわけで本日は以上で終了。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。